こんにちは。はい、聞こえてまはす。い。これからデザイン部のオンラインハッカソン発表を始めたいと思います。おい。はい。前提として、横瀬町ウォーキングアワードコース募集で観光部門に応募するということで、横瀬駅と足学部駅を発着点として、町の見どころや文化財、グルメスポット、眺めがいいなど、観光がメインのコースを募集していました。テーマは、私たちデザイン部のテーマは、横瀬のハイスポット散策ということにしました。ウォーキングをするときに写真を撮りたくなるような場所に行ってきたくなるような、コースを作りました。先生が先週、デザイン部らしさとか、その部のらしさをあんまり出さなくても大丈夫だよとおっしゃっていたんですけれども、まあ、できることならちょっと、デザインブラシさを 出したいなと思って、ストラバで記録をつけて、で、コースにデザインを描くということにしました。はい、応募までの進め方です。応募に至るまで。デザイン部でオンラインミーティングを開催しました。で、そして Google マップスを利用して、ハイスポットの書き出しを行いました。で、スポットを線でつないで、形になるところを探していきました。そして、グラレコをして応募することができました。はい、応募作品の、ポイントについて私から話していきたいと思います。横瀬の魅力を体感できる場所として、なんか本当に写真を撮りたくなるスポットっていうのを探しました。で、なんか自然を感じる場所が多くあるので、牧水の滝とか見晴らしの丘っていうのなど、なんかたっぷり詰まった、すみません、スポットを選びました。で、途中で武甲温泉などゆっくり休めるようなポイントも、コースの中に入れました。で、多分これが一番苦労したポイントだと思うんですけど、横瀬町の野鳥として指定されているカワセミが、このコース全体を歩くと、ランニングアプリなどで予約してもらうと、形が浮かび上がるようなコース作りにしました。まあ、歩いてるときはちょっとわからないんですけど、最後に歩き終わった後にそういう形が出るのがデザイン部のコースの一つの魅力かなと思っています。で、こちらが実際に提出したものなんですけど、横瀬駅を出発して、牧水の滝に行き、ここが資料館で見晴らしの丘でになっていて、横瀬町を一望できるようなスポットになってます。で、この後にお寺大慈寺というアニメで有名になったお寺があるんですけど、ちょっと全体的に一個一個の場所が遠めなので、結構歩くことを考えると半日以上ゆっくり回るコースなのかなという印象です。で、途中で、武甲温泉だったりとか、民族資料館などにも行って横瀬の歴史に触れることができたり、カフェでゆっくりおって、それはなんか写真撮ったりして可愛く食べれる、なんていうんですか、楽しめるのかなっていうふうに思ってます。で、あと、猫屋っていうところはちょっと遠いんですけど、お城の跡があるところで緑がたくさんある場所になってます。で、最後横瀬駅の、すぐ近くにある味噌ポテトなどを食べて旅の締めくくりがいいのではないかと思います。で、今回の課題としては、デザインらしさを地上に出そうとしたんですけど、コースの形を決めるのがすごい難しかったところと、あと、ミーティングに参加できなかったメンバーとのスケジュールの管理がうまくできておらず、提出期限に遅れてしまったことが課題としてというか、反省点として挙げられます。で、GitHub 上で、
タスク管理って誰が何をするかなどの担当までは決めていたんですけど、あのマイルストーン をしっかりつけてなかったので、そこを次回からはしっかりつけていけたらいいなというふうに考えてます。でこちらがデポジトリになります。でグラデコはこんな感じです。了解です。以上になります。はい。実際あれ横瀬からなんか返事来た、とりあえずダメ元で出したんだよね確か。はい、はるかさんにあの提出をお願いしたんですけど、うん、はるかさんどうですか？反応なった。まだ反応なし。特にあの返信とかは来てない。ダメとも来てない。なるほど、了解です。ちょっとじゃあ探り入れときます。どうなってるか。はい。はい。でもあれだね、ま、どこかのチームが GPS ドローイング的なアプローチやって、来るだろうなと思ったらデザイン部をやってきたかっていう感じになると、とはいえやっぱりあの横瀬の形、町として道路がある場所がやっぱりこう限られているからね、国道とあの中心市街地ぐらいで、あそこから川瀬民の形に持ってけたっていうのはなかなかそうあの頑張ってたか、結構苦労したんだろうなと思います。あの GPS ドローイングってやっぱり何か形を作るだけでも実は結構難しいのに、かつ横瀬に、まあ、ゆかりになるとか、あの横瀬らしさを表現する形として、カワセミの形まで持っていくっていうのはちょっとね、あの苦労したというか相当頭使ったんじゃないかなとは思います。はい、 OK。 じゃあ次いきますか。次はドローンですね。はい、お願いします。はい、はい。ドローン部の方でも、ハッカソンで横瀬のウォーキングアワードに取り組みました。でドローン部内でこう話したこととして、ちょっとドローンに関連づけるというよりかはこう入賞を目指してこうお金をゲットしようというところで、健康促進と観光の名称両方達成してこういいとこ取りをしてこう入賞を目指そうという話になりました。なるほど。でこうその中でこうミーティングでどのような場所を経由するかっていうのをこう話し合った時に、こうお寺とか神社、やっぱお昼ご飯も食べることができる場所を経由したり、こう公園でしたりおやつ休憩とかこう温泉、お土産とかを見ることができたらいいというふうに話しておりました。その中でも、今回はこうおやつの休憩とこうお土産の方はちょっと距離的にちょっと断念しようということで断念をいたしました。でコースのこう簡単な説明になると、こう全体的にこうシャドウについてちょっと詳しくわからないんですけれども、こう全体的にこう緩やかな道を選んでいるので、こう年配の方でもこう歩きやすい道というのを注意して作成しました。まあ、そして先ほどのお話しした通り、こう観光名所とこう健康促進をするために、こう 5.5 キロの道なりを歩くので、健康においてもこう観光名所を見ると同時にこう健康にもつながるのかなというふうに考えています。でコース紹介は、最初に横瀬駅をスタートして、こう大事寺の方にこう諸病を治すと言われるおびんずる様っていうのが有名なので、そちらに行って、こう次にもうお昼ご飯を食べに川新というお店に行きます。ここはすごい懐石料理って こううなぎとかこう刺身など食べれるので、こう人に合ったものを食べれるんじゃないかなっていうふうに考えてて、まあ、その後にこう花咲山の公園で見晴らし台からの景色でリフレッシュして、こう最後にこう疲れがすごく溜まったと思うので、こう武庫温泉で、まあ、汗をかいた後のこう締めとして温泉で疲れを取って、もう一回横瀬駅に戻ってこう終了です。具体的にこんな感じのルートで、最後に武庫温泉が最後になっているのがポイントなのかなっていうふうに考えています。ドローン部としては、まあ、反省としてはやっぱり目標をしっかり作っていたので、それに沿ってちゃんとできたのかなというふうに考えています。以上です。はい、メディウムとベラレコはこれです。はい。 5.5 キロってどうやって求めたツールは何使った？普通に最初に Google の方で距離の方をこう一個一個の距離を測って、こちらから Google マップの方ですね、うん、の方で測りました。なるほど。
了解です。はい、でちなみにそうだね、あの、ちゃんと背景がオープンスルーマップになってたというところで、さっきのデザイン部は前回、先週発表したときになるべくオープンスルーマップ使 う, こうプレッシャーかけたつもりなんだけど、あの結果として、まあ、Google マイマップも悪くはないんだけど、まあ、ちょっといろいろ古橋研究室らしさを出していくというところで、あのドローン部の方はちゃんと使ってくれたなというところです。あれでも、ちょっと待って、あのオープンスマップの背景が、ヒューマンインタリアンだったけど、あれは通常のオープンスマップのブラウザーで見たものになんかお絵描きした感じなの？そうですね、その上から印刷した、これは提出したのなので、その上から書いたものになります。あ、なるほど。そうか、紙で印刷してその上で書いたってことか。そうですね。なるほどね。なるほど。了解です。はい。そうだな。あと、なんかコメントとして、5.5キロって、まあ、割と短いので、まあ、逆にショートコースというか、パッと行ってパッと帰れるぐらいな感じの距離感なのかなというふうには思っていて、多分まあ他のチームも、こういろいろこう試行錯誤する中で割と全体的には短めのコースなのかなとは思います。あとあれだよね、そのさっきの健康の要素も入れてみたっていうところも含めて、逆にあの今回観光部門と健康部門と2つあったと思うんだけど、戦略としてどこまでその健康の要素を観光部門に入れるのか、それとも差別化し、やっぱりあえて差別化していくのかっていったところの中では、こうテーマをごちゃ混ぜにするのは吉と出るか凶と出るかはあの結果次第かなと思います。結構やっぱりね、その健康部門がまあそもそも応募できない仕組みではあったんだけど、ちょっと健康部門に寄りすぎるとこう差別化が難しくなっていくっていうところがどう判断されるかなっていうのが気になるかな。これでもまあ逆にね、賞を取ったら、まあ、それでも良かったんだって結論になるかもしれないし、その辺はちょっと結果を見ていろいろ考えてみましょう。じゃあ次は、一芸ですね。一芸部いきましょう。見てます。はい。先に謝らなきゃいけないことがあって、一芸も提出でやっと申し訳ないです。チーム出してないか。はいはい。まあ、とりあえず考えてきたのはやっぱり一芸ということで、位置情報ゲームをしつつウォーキングを楽しむという観光を楽しむことを目標に取り組みました。で、話し合いの結果、まあしようとしているフラッシュ研究室がしようとしているドラクエウォーキングですポケモン GO に絞って、で一応見てみたんですけど、全部ドラクエウォークはまあ正直まあ多分伊藤君が結構カンストしてるので、そこまで意味がないと意味がない意味がないとでポケモン GO もそんなに多くなかったんですよね、はい、ポケストップっていうのが。でイングレスだったらポータルが14個あったので、うんうん、あ14個というか結構あったので、じゃあイングレスを軸にして考えてみようということで、まあ、インテルマップで、まあ、探してみました、うんうん、でこれルートをちょっと書くのを忘れちゃったんですけど、まあ横瀬駅から、簡単に言えば横瀬駅から横瀬駅スタートで、で、棚田ゴールにしました。棚田ゴール、なるほど。はい、うん、で、まあ、コース、まあ、コース紹介ですね。横瀬駅から北東に行って、この大通りに出ます。そしたら大通りから、東に行って、その横瀬川周辺まで行って、そこから北に行って棚田ってことですね。で、まあ、意外と、考えてみたら結構いいルートなのかなと思いました。それはまあまあ飲食店が結構ありまして、で資料館もあったり、で何よりポータルが結構ハッキングというかリンクも離れてなかったんですね、うんうんうん、地図見ればそうだね、割とニュートラルなっていうか、あんまりこう活動されてない感じだよね、はい、今、まあ、経験値稼ぎとしても結構ベストなのかなと思いました。でまあ、棚田を通して、まあ、棚田がゴールということです。で、まあ、帰りも28回周回することが可能で、まあ、ポータルキーも入手することができると。で、以上になります。で、反省点としては、
ちょっとやっぱ一芸にこだわりすぎちゃったのかなともありますね。まあ、なんかね、ああ、やっぱり、なるほどね。そこの部分で。まあ、こだわりすぎちゃったね。まあ、イングレスやるんだったら、やっぱりミッションまで作りたいよね。っていう、なんでミッションが出てこないのかが、ツッコミどころなんだけど、ね、だって、結局、イングレスの良さって、スマホを使ってるユーザーが横で歩いた上で、ミッションまでコンプリートできればね、インセンティブとして上がるじゃん。確かに。うん、なので、そこを、うん、1ゲームとして やるんだったら、やっぱりね、その機能の中で、こうミッションをきちんと整備していくっていうことで、単なるウォーキング、おいしいもの食べてとかっていうだけじゃ、棚田見てっていうだけじゃなくて、はいね、実績としてミッションのメダルがゲットできるとか、そこのメダルもね、逆に言うと、今回出てきたアイデア全部ミッション作っちゃって、ね、横瀬町ミッションを全部コンプリートするみたいな、結構壮大なこうミッションのこうテーマ設定をしたりってこともできるかもしれないし、っていうあたりは逆にもうちょい深掘りした内容だと一芸らしいなっていう感じですね。一芸部らしいなっていう感じですね。そうそう。ポケモン GO を軸にして考えたあったら、なんか棚田でGO スナップショット撮ったら面白いのかな。あ、なるほどね。あ、それはありだね。なるほど。そうそう。なんかその辺、一芸と連携するからこそできるこうアイディアみたいなものまでちゃんと具体的に記述されてると、やっぱそれはそれで、なるほどねというか、その行政がなかなかやりにくいと気づきにくい部分だよね。そうですね。でかつ、まあ、ドラクエウォークやっぱりなんとなく本当にずっとこのサービス続くのかって不安はあるけど、少なくともまあナイアンティックがある限りポケモン GO とイングレスはそうそうなくならないだろうなみたいな安心感はあるかなっていう意味では、チョイスそのものは悪くないかなと思うんだけど、うん、ハリーポッターはいなく大丈夫でした。ハリーポッターはね、まあやっぱりなんかまだグッと来ない感じはあるけど、だからそこもハリーポッターの機能の中で何かうまいことができればもちろんありなんだけど、あんまり俺もハリーポッターやり込んではいないんだけど、何かそこのなんかストーリーにすごく依存しすぎているのがハリーポッターの弱点なんだろうなと思って、あんまりその現実空間との連動性みたいなのってあのゲーム要素の中にほとんどない気がするんだけど、そうですね、やっぱりそこが出てくるとまたハリーポッターもその地域を歩く一つのツールとして使えてくるんじゃないかなというふうには思うかな。なのでそうそう、やっぱりどういうふうに歩くと街の見え方が変わってくるかみたいなことで位置情報ゲームは使うべきだと思うと、うん、そうポケそのねポケゴーショットスナップだっけのあの写真は、ね、さっきの映えるっていう言葉にも結構連動して、やっぱり景色と、ね、ポケモン自分の持ってる手持ちのポケモンとの組み合わせでこう武甲山に登るなんちゃらのキャラみたいなのって結構やってみるといろんな絵ができそうな気がするよ。なので、うん、そのあたりのやっぱりポケゴーとかイングレスなり位置情報ゲームをやり込んでる立場だからこそこの機能と結構横瀬町って相性いいんじゃないのみたいなところまで提案できてると、多分しかも、ね、締め切り間に合っていれば結構賞狙えたんじゃないかなと思うんだよね。申し訳ないです。なのでまあでもそう1日ぐらいあったらまだなんか許されそうだけど、もうね火曜日になっちゃったから、ね、まあとりあえずこう、この映像は後で公開しつつ横瀬町の役場の方にも送っとくので、はい、まあ、そういう課題も含めて、あとあれだよね、横瀬、まあ、こういう位置情報ゲームとしてはやっぱりこういうことをやるときに、もう我々はあくまでやっぱり横瀬町に住んでる立場じゃないっていうところはある意味弱点なんだけど、やっぱり横瀬も今ニュートラルになってるはいるけど、秩父にはイングレスコミュニティはまだそれなりにいるし、で結構そういう地元のこう位置情報ゲームのコミュニティとの連携みたいなものは多少意識して、行く必要があるかなと思ってます、うん、なので、まあ、そういうこう毎年ね夏合宿やってると秩父のイングレスコミュニティからポロッとこう朝いろいろいい意味で邪魔しに来てくれたりするので。いい意味ですね。いい意味で、そう。そういう意味です。そんなのも含めて、うまくその地元のコミュニティとの連携みたいなことも結構考えると、より
なんていうかな、あの行政側もこう一方的に言ってる感が出てこないというか、やっぱりすごく地域のことをよく知ってるんじゃないかこいつらみたいなたあの形で提案できるといいんじゃないかなと思いました。まあ、あとあれだよね、その今インテルマップ出てるけど、はい、そうそう、やっぱりこういうその普通のユーザーってやっぱりさ知らないじゃん、こういうインテルマップがあって、イングレスとポケモン GO のポータルとポケストップって大体同じで、でそれがかなりボランタリーベースで作られててみたいな背景を我々は知ってるわけで、はい、こういうツールを使うことで、まあ、横瀬町の中にどれだけそのポケモン GO とイングレス と、まあ、ハリーポッターも含めて共通の、まあ、ポータルみたいなものがあるわけで、でもね、スポンサリングがそのゲームによって違うから若干違いがあるわけだし、さっきもそのポケゴーの方が若干少ないんでしょ。そうですね、少ない。イングレスの方がやっぱり多いっていうところも含めて、まあ、こういうことがちゃんとこう分析できるっていうこともすごく重要なので、はい、まあ、そんな感じで、本当間に合えばよかったっていうことと、まあまあ、とりあえずアウトプットは出したと。はい、はい、まあそうだな、引き続きだから多分ね、去年、まあ今コロナ禍でなかなかファーストサタデーとかミッションデーとかできてないけど、多分そのうちどっかのタイミングで秩父でのミッションデーとかってきっと企画するタイミングを狙ってると思うので、ちょっとこのあたりは地元のエージェントともいろいろ連携できていくといいんじゃないかなと思ってます。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ、次は V&F 動画、はい、編集部は、割と今までの傾向からそれなりにやっぱりサークルのこう個性というか、サークル各サークルらしいネタになってる。なんか真っ白だな、もしかフォントが。あ、今真っ白ですか。真っ白、本当ね、アイコン、ロゴは見えてるけどね、文字は何も。これ僕もなんですよ、今。だからそっちだよね。またもう一回やりましょう。まあ、逆にフルスクリーン解除したら文字見えんの。どうなの。ああ、なるほどね。あ、なんか動画を貼ってんのか、背景。まあ、じゃあ、いいんじゃない、このまま進めちゃえば、プレゼンテーション。了解です。なんか動画を背景に貼ると、上に重ねてる文字すら見えなくなるバグがあると。なるほどね。ぽいですね。なんかまあ、こういうのも経験だから。はい、ちなみに2ページ、うん、はい、どうぞ。始めます。あ、とりあえず、そうですね、ウォーキングコース案として、まあ、3日間しかなかったということで、まあ、緊急アカソンと題して、まあ、V&F で、ミーティングを1回開いて、まあ、ちゃんと観光部門に応募できました。はい、迷った。で、まあ、まず案、そのミーティングの中で案出しとして、まあ、いろいろ案が出てたんですけど、まあ、やっぱりちょっと VF 的な、VF 風ななんか案だったり、こう動画とか写真映えするルートがいいかなとか、まあ、なんかこう、結構、ユニークなこう有酸素ルートみたいな、うんうん、鍛えたりとかダイエットする人向けのとか、まあ、いろいろこんな風に一応上がってはいたんですけど、で、さっきの何ですか、 GPS ドローイング的なのも、うん、こう、まあ、星型ルートとか、まあ、星型に、縛ってなかったんですけど、いろいろ考えたんですけど、結構やっぱ難しくて、この形取り的なところが、で、まあ、ちょっと断念したんですけど、最終的には、まあ、ウォーキングコース名称としてはこう横瀬巡りの欲張りコースで、サブタイトルとしてこうまさかここまで欲張ったのに作れないだとみたいな、ちょっとキャッチーな名前にして、まあ、距離は一応 5.6 キロで所要時間5からまあ6時間って書いてあるんですけど、これ一応、歩く距離、歩いてる時間とか歩いてる距離だけを換算していて、うん、実は、僕たちはそのウォーキングコースとは言ってはいるんですけど、歩きに加えて、まあ、途中でハイヤーを使おうみたいな、おお、なるほど、
ちょっとチャレンジングな案が出て、これもこれでいいのかなと思ってるんですけど、まあ、まあ、悪くないんじゃない、多分組み合わせるって意味では全然問題ないかどうかは分かんないけど、俺が言う意味では、うん、いいと思う。横瀬のそのサイトに横瀬駅ともう一つ足が久保駅が候補としてあったので、うん、もうどうせどっちも使っちゃおうよみたいな話で、うんうんうん、まあ、他のグループだったり他の案にもこういうのあんま多分ないよねみたいな話で、まあ、全部かっさらっちゃおうっていうことでまあこう歩きプラスハイヤーで、使いました。でちょっとじゃあレン行きます、ここから。はい、はい、じゃあ自分はこのコースのポイントをいくつか説明していきます。で一応、まあ、大切なポイントというか重要な自分たちが考えたポイントとしては2つあって、まずはその、まあ、タイトルの通りかなりいろんなところを回りたいっていうことと、ただそれそんだけ回ってもできるだけ疲れないようなポイントを作りたいっていうのがありました。で、まず横瀬駅周辺で、この画像のように6地点ぐらい、回ります。で最初にこの横瀬駅からスタートして、そこの近くのこの味噌ポテトが食べれる店があるので、ここで、買って、味噌ポテトを買って、で左の方の見晴らしの丘までこう歩きながらちょっと食べ歩きしつつスタートします、うん、で見晴らしの丘で、この景色を少し楽しんで、そこから、ちょうど、お昼ご飯を食べると。で、ここ、まあ、蕎麦屋、つむぎ、一応行ったことあるんですけど結構美味しかったです。この蕎麦屋もしくは、この近くになんかラーメン屋もあったので、ありますよね。そこで、まあ、どっちか選べるみたいな形にしました。でそこからちょっと長めに歩いて、まあ、ちょっと観光がてら、まあ、ウォーキングコースなので一回こう周り見ながらちょっと長めに歩きます。で、ちょっと歩くとこの歴史民俗資料館っていうのがあったり、この右のところですね、カフェ、これちょっと読み方は分かんないんですけど、チャミンだろうね、うん、チャミンがあるので、ちょっと長く歩いて、はい、慣れたならちょっとチャミンでコーヒー飲みつつみたいな、そこからちょっと歴史民俗資料館で、ちょっと博物館みたいなところをこう行ってみると。でそこから多分この時点で結構汗かいてると思うので、上のいつもの温泉ですねいつもの温泉に行ってもらうと。これいつもの温泉のように見えるけど、武庫温泉だよね。美肌の武庫の温泉の中の美肌の湯の写真でね、きっと。だから、あ、そうですそうです。温泉名としては武庫温泉。武庫温泉です。あ、これそう間違えました。そうそう。ちょっと後で修正してください。はいはいはい。了解です。はい、どうぞ。という形で、まあ、横瀬駅周辺で巡る、回るのはこの、まあ、6つか7つぐらいということで。で、そこから足が久保駅まで行きたいので、ちょっとこの距離が結構遠いので、ここに、あの駅前のそのハイヤーのところで、まあ、ちょっと呼ぶと、ハイヤーを呼んでこの温泉から足が久保まで行きます。で一応やっぱこの距離、この道、温泉から足が久保までの道があんまり寄るところがなくて、それで言って歩くと、まあ、40分近くかかっちゃうので、結構、まあ、辛いというのと、やっぱりハイヤーを使って運転手の、まあ、おじさんとかとちょっと この横瀬のトークをするみたいなところだったり、この道、まあ、何もないとは言っても結構林だったり森だったり、景色としては結構綺麗なので、車に乗りながら動画を撮るとか、そういうことができるかなっていうので、この
案にしました。で、足学部行きなんですけど、一応、まあ、この駅付近に結構、まあ、この果樹公園村みたいな、まあ、案内所だったりとか、なんか名物がある店が2店舗ぐらいあったりとか、でこれ冬だとこの氷の氷柱が見れるみたいなところで、特に冬はこっちまで来て最後に、これを楽しんでから、まあ、お土産がいっぱい売ってるのでお土産を買ってこっから帰るっていうのがいいのかなっていう、こういうプランにしました。はい。で、一応以上で GitHub プロジェクトとミディアムとグラレコですね。最後はい、以上です。はい。まあ今の話も踏まえて、まあハイヤーね、あの武庫温泉からすぐ呼べるし、電話もあるし、まあ、ね、もちろん携帯でもいいんだけど、割と確かに武庫温泉から足学坊わざわざ、まあ、駅横瀬駅まで一回戻ってそこから電車っていうのもなきにしもあらずだけど、なんとなく電車乗っちゃうともう帰る気になるっていう、なんか降りるのめんどくさいなっていう気持ちは確かにわかるっていうところで、だったらハイヤーでっていうのは割とすごい案外堅実なというか、あるよくあるパターンな気がするし、まあ、うん、確かにあそこ歩くのはきついよなっていう、うん、最初結構歩道がないんですよ、まあ、そう、歩道あるところないところを結構ね含めてあんまり楽しくない、もう、まあ、歩いてて楽しくないエリアはもう結構長いから、そうなんだよね。そういう意味で言うと、自転車とか借りる場所ってありました？ね、あるかな、あるはずだけど、でもやっぱりね、自転車で足学部までっていうのもちょっときついよね。で、愛さないといけないっていう、まあ、でそこはちょっと確認が必要だけどね、そのレンタルサイクルのステーションがね、こうある意味乗り捨てできるような状態になってれば全然 OK なので、そこの部分では確かね、あったような気もするけどな。まあ、あと、近い将来いろいろ実証実験は行われてるけど、やっぱり電動のその、キックボードというか、電動スクーターみたいなものを横瀬でもこう使えるようにするという動きはあるんだけど、まだそれも、実装されてるレベルではなくて、まだ協定結んでいろいろ実験が始まっているという段階なので、一般の行動でそれが乗り回せるような状態にはまだなってないからね、近い将来そういう電動スクーターみたいなものを、まあ、ハイヤー代わりに使うっていうのは選択肢として出てくるかもしれない。もうちょっと道の整備とか必要ですよね。まあね、うん、だやっぱり国道を歩くなり移動する目的で使うんだったら、もうちょっとやっぱり国道を歩きやすく、こう移動しやすく整備していく必要性はあるよなと、ね、うん、はい、了解です。大体なのね、まあ、うん、なので、期日も間に合ってるから、これうまく他のね、応募作品そんなにこうがっつり、応募書類に文字数いっぱい書けるようなあのスペースはなかったから、案外アイデア的にはいけちゃう気がするな。特にね、去年度までは武甲山バスというか、そのコミュニティバスが横瀬町内動いてたんだけど、それも、まあ、廃止になっちゃったので、もうそれが使えないとなると、やっぱハイヤーしかないなっていうのが現実だよね。なので、いや、結構いける気がするな。あと、一応、タクシーじゃなくて、ちゃんとハイヤーっていう名称を使ってるっていうところも、ちょっと、なじみありますよっていうアピール、さりげなく。なるほどね。ちゃんと地元知ってるみたい。そうです、そうです。そのあたり。はいはい、了解です。逆に、あと違和感は特に感じなかったかな。そう。この前、先週末も秩父に行ってて、カフェチャミンでコーヒー飲んでたんだけど、おいしいので、非常に、この味噌ポテトからそば回って、一服して温泉ってコースは、うん、悪くないと思います。はい、じゃあ、はいはい、ありがとうございます。じゃあ最後、ユース。
はい。はい。画面共有いいですか。はい。ちょっと。はい。まあ、今回のハッカソン、結構、僕が金曜日までの、木曜と金曜と土曜がもうすでに予定入ってて、コミットできなかったんですけど、なんとか終わらせることができました。まず最初に横瀬のこの条件、横瀬駅と芦ヶ久保駅、どちらか発着っていうので、いろいろどこが観光ポイントになるかなっていうのを見てみたら、意外となんかこの横瀬ガイドですでにコースが決まっちゃってるってことを、もう出てるってことに気づいて、ちょっとどうしようって悩んだんですけど、まあ僕たちいろんなこと考えて、歩く年齢層ってことも考えて、その意外と年齢の高い方々が歩くってことと、選ぶ方々も、この賞を選ぶ方々もおじいさんおばさんが多いんだなってこと多いんじゃないかな。どうかな、どうだろうね、あそこは情報はないけど、まあそこは当たってるかどうか。本気で5万円を取りに行こうとして、で、まあ、普通に出してたらちょっと面白くないなっていうことで、うん、うちのヤヒロのグラでこう使って映えを意識してやりました。で、実際に書いたグラレコはこんな感じなんですけど、横瀬駅スタートで、まあ、いきなり温泉に入るっていう。いきなり温泉に入って、で、その次に花咲山。うん、で、はい、映えを意識して、で、棚田でもまたインスタ映えを意識して。で、まあ、インスタ映えっていうと若者だけな感じがするんですけど、実際、歩いてる、ご年配の方で歩いてる方を見てみると意外とカメラ片手に歩いてる方が多いので、うんうん、結構それも意識して、棚田っていうのが結構あんまり見えない、東京だと見れない景色なんで、まあ、そこも意識しました。で、あとはお寺や神社巡りって、これ年配の方々 が歩く上で外せないポイントだと思ってまして、年配の方々はお寺神社、仏像系がもう大好きなんじゃないかなっていう意識で、選びました。で、まあ、いちご狩りとプラム狩りが1月上旬から5月上旬、5月中旬までと、いちごがで、プラムが1ヶ月だけなんですけど味わえるってことで、普通に歩くだけではなく、途中の栄養補給も意識してコースを考えて、やりました。で、走行距離は 11.2 キロで、1キロ15分ペースで歩けば3時間で歩けて、高低差は234メートル。まあ、ちなみに1キロ10分ペースが成人男性が歩く平均ペースで、まあ、観光しながらゆっくりと横瀬を楽しめるんじゃないかなっていうことで、この限られた横瀬の観光スポットの中で絞り出しました。はい、5万円は僕たちがいただきました。ありがとうございました。まあ、そうだね。今の話で言うと、まあ、結構やっぱ花咲山って結構奥だから、そこ行くと、まあ、もう他あまり寄ることができなくなっていくっていうところ。あ、でも足学もまで行ってるのか、これ。これ、はい、これか。足学もまで行く。なるほど。これ、結構、やっぱりさっきの、V&F が指摘してた、そう、途中横瀬から足学部の移動ルートが辛いんだよね。だから温泉その前に2回入ってるの、これ。いきなり武庫温泉入った上で丸山コースにも入ってるの行くというので、出だしで力尽きる気がするんだよね。そこはどうするかっていう、決定的にやっぱ地元知ってる人たちが評価するとなおさら、なんか途中で足学部まですっ飛ばしてねみたいなところが、この逆転かな。そこをどうするかが、やっぱり結構決め手になってくると、なんかね、そうだね。あとやっぱりその果樹園とかも含めた、
そのね、冬から春にかけてはイチゴがあってっていうところで、とはいえ全ての季節で何かしらあるっていうところがうまくこうキープできてればいいんだけど、冬が、ね、まあ冬は温泉ですかね。まあね、うん、あとその氷柱があるからね、やっぱ季節にある程度その、はい、なんだろうな、こういうのって、まあ、今後の話も含めてやっぱでオールシーズンずっとこのルートがいいっていうのはなかなか実はなくて、夏だったらこのルートとかある程度想定している季節をこう決め打ちにしちゃった上でこう作った方が実は現実的だったりするかもしれないし、なんかそのあたりはなんか全チームまとめてみてもあんまり この季節のみっていう話はなかった気がするな、うん、いや5万円とは言わないんで1万円ぐらいちょっと気持ちがまあまあでもでそうこれ今度もまあデザイン部の普段の活動見ててもそうだけど、やっぱりチャレンジして応募してみてでね、もしかするとフィードバックも出てくるかもしれないし、であとね気になるのはやっぱりあの立正あじゃあ、立教大学の観光学部のチーム絶対応募してるから、彼ら彼女たちがどういう応募してるのかっていうのはちょっとね、あの後で双方のあの案をプランを見せ合いっこしたいみたいなところある。なんていうことも含めて、はい、あのこういろいろと反省点も出てきた気はします。はい、うん、なら逆に言うとユースが間に合って、V&F が間に合って、あと、間に合ったのが、1ゲームが間に合わなかった、ドロー間に合ったのか、3チーム、デザイン1ゲーが間に合わなかったんだよね。なので、3チーム応募で、プラス古橋は応募という形で、まあ、4件、4案出た上でこれで1個も取れなかったら結構ショックだよっていうところありますけど、まああの、まあ、できれば独占したいという気持ちはまだあれど、どう評価されてるかっていうのかな、はい、全体としてなんかあの各チームに意見とかありますか、今のユースも含めて。なんかあんまりだユースとしてはグラレコは気合入ってるけど、OSM 的なアプローチは今回あえて入れなかった。そうですね、あの、うん、あの本気で5万を狙いに出ましたね。ちょっとOK、じゃあちょっと残り時間で、まあ、古橋案をちょっと共有しようか。じゃあ一旦、はい、OK、こっちの画面、ちなみに古橋は作業時間、3時間ぐらいで作ったな。で、ね、まあ、あんまりだプレゼン資料あんまり作ってないんだけど、どれだ、どれだ。スクリーンショット。最終的にこれか。これが、もうちょっと簡単に。これ、古橋案です。全部で10キロちょいぐらいのコースで、どういうふうにイメージしたのかっていうと、横瀬の駅からスタートして、で、割とどっから、どっちのコースから回っていくのかみたいなことはあまり意識しないで、とりあえず個人的にいつも横瀬に来たら、ほぼ食べるであろう、ジェラート屋のルートを入れたっていうのが一つ古橋としては、あピン立ってる位置を間違えてる、はい、ポイントかなというところです。まあ週末だったら割とやってるというところも含めてで、とかと、いろいろ入れてるんですけど、結構意識したのは、足学部に行くのを諦めたというのが全体的な古橋の案です。で、かつ、今ちょっとこれリアルに道路をトレースしているんだけど、この辺とか拡大すると分かるかな。ルートを輪っかで構成しようと意識しました。でなんで輪っかで構成しようとしたのかっていうと、残り時間全部歩くと10キロ以上あるんだけど、ちっちゃな輪で今日はここまでにしよう、例えば棚田でもう帰ってこようとか、もうちょっとやっぱり、花咲山の方までちょっと足伸ばしたいとかも含めて、そこの距離感を
調整できるように途中で引き返すことのできるけど、引き返すときに同じ道を引き返さないで、違った道を歩いてぐるっと回って帰ってくるっていうちっちゃな円を描きつつ、その残り時間、自分の持ってる時間に合わせてこの円を拡張していくっていうことができるっていう意味で、少しこのコースの中にこう輪っかの要素を入れています。でもこういうこうトポロジカルな位相構造的に、一つの単一なルートでワンウェイではなくて、自分なりにこのルートをカスタマイズできるようにするっていうのが一つの特徴です。で、あとこの地図にピンを立ててるのが、既存の、ジオキャッシングと、あと、一応うちの研究室がこれから追加しようと考えているちょうど去年の夏合宿で、いろいろアイデアはもう出来上がっているんですけど、横瀬町の中に設置されている、もしくはこれから、される予定の、ジオキャッシングキャッシュの位置をプロットしてます。で、それを回っていくようにつなげたっていうことですね、はい、なので基本的には宝探しゲームを、スマホを持って、宝探しゲームを楽しみながら歩いていくっていう要素の中で、宝を見つけていったら気がついたら周りに、棚田みたいな景色が広がってたり、いわゆるイングレスのミッション的な要素も含めて、やっぱり見どころがすごく明確なところと、ここ本当に見どころなのっていうのが、明確じゃないところも当然あるので、そういったところはむしろ、宝探しゲームの方に重きを置いて楽しんでもらうというような形で、そのあたりのポイントデータを追加しているというところです。あと、基本的には、なるべく国道299も含めた大きな道路を通らない、なるべく通らないようなルート取りをしてます。やっぱりちょっとウォーキングっていうところで、幹線道路から避けたり、車通りの多いところをあえて避けるというところでは、割とちょっと裏道だけど歩くとちゃんとつながってるルートで、この辺は古橋の土地勘も生きてきちゃうんだけど、ある程度自分の中で理解しているちょっとした裏道をつなげていくというところで、あんまりこう大きな通りを歩かないようにしているというのが特徴かなというところです。だいたいそんなとこかな。あとどっかに応募したのだいたい、そう。それでちなみに、これ作ったの UMAP というツールで、古橋の授業を受けている学生は UMAP の使い方、その Google マイマップと同じようなことを OpenStreetMap もできるよというので、UMAP 上でこう線も引きつつ、ピンのデータは、Google スプレッドシートで一回整備をしておきつつ、それを CSV で吐き出して、それを UMAP にインポートするということをやってます。なので、CSV のテーブルを展開すると、どんな感じで作っているかというと、自分のスプレッドシート。割と、いろいろ、武功3号は今ちょっと運用されなくなったけども、基本的にはこう緯度経度を整備しておきつつ、それぞれ、どの場所に設置したら面白いよねみたいなところの、データをちょっと付け足しながら、ですね、こういうスプレッドシートも、作った上でさっきの UMAP に展開をしたというところが一つの特徴かなとです、はい、なんかこの辺、質問とかコメントとかあれば、正直ね、俺も23時59分、本当に1分前に提出したんだけど、自信はないです。けど、ジオキャッシングの説明もいろいろ入れたし、宝探しゲームと、あとやっぱりジオキャッシュのいいところって、インバウンドを狙える。コロナ禍が収まってきて、やっぱり海外のそのジオキャッシュコミュニティが、横瀬にやってきて、歩く今あるというこう少し今まで想定してなかった、さっきの、ユースマッパーズの発表の時にやっぱりすでに、ね、コースあるよねっていう、そこのすでにあるコースとの差別化をしていくっていった時に、今までこう、
アプローチできていなかった客層みたいなところを考えると、まあ、あのアニメの聖地としての聖地巡礼の人たちもいるのと年配の人がいるっていう、まあ、今の横瀬に逆にやっぱり足りないのは外国人観光客がこれからまた復活してくる中でうまく横瀬に誘導できるようなジオキャッシュの使い方みたいなところが、評価されるかどうかというところですね。はい、まあ、そんな感じで考えてます。